柴田インターチェンジは、新潟県柴田市奥山新墓にある国道7号新進バイパスのインターチェンジ。新進バイパスの東港 IC 柴田 IC 管会通により、1989年9月16日に共用を開始した。開設当初は平面交差の十字路であった。しかし当時、東インターチェンジにおいて、新潟方面と、 村上方面の総合間を通行する際、下り方面は交差点を左折、上り方面は交差点を右折する構造となっていた。加えて、沿線地域の開発進捗なども、相まって交通量が増加し、渋滞が慢性化していた。国土交通省新潟国道事務所では、当インターチェンジを立体化して、バイパス本線を船入り町地内まで延伸し、 新進バイパスと村上方面の車線等を直通化させる事業に着手し、2000年度から用地買収を進め、2002年度から建設工事を開始。橋町約500メートルの高架橋が仮設され、上り線は2008年3月17日に、下り線は2009年9月15日にそれぞれ共用を開始した。これによって、 柴田インターチェンジ交差点と船入り交差点の2カ所の交差点が立体化された。また柴田 IC 交差点と船入り3丁目交差点の間の旧道は、柴田 IC 交差点と村上方面とを連絡するオンランプオフランプを兼ねており、引き続き国土交通省が管理を行っている。なお、柴田市船入りのうち、住居表示実施済み地域の地名は、船入り町。 三四地域の地名は船入りとなっている。本来であれば、前日の交差点の名称は船入り町三丁目とすべきところであるが、新潟国道事務所や柴田市、柴田警察署では、同交差点の名称を船入り三丁目としている。ありがとうございます。